苦手だった。ちゃんと待って、神楽さん。声がでかくて頑固で心の死して、缶コーヒーが大好き。でも今ではよくわかる。現場は安全第一だ。真剣だ。仲間と一緒に飲む缶コーヒーはうまいのだ。世界は誰かの仕事でできている。ジョージア。